複素解析において、解写像定理は次のような定理である。U が複素平面 C の領域であり、F、UC が定数でない生息関数であれば、F は解写像である。開き写像定理は生息性と実微分可能性の間のはっきりした違いを示している。例えば実数直線では可微分関数 F イコール X には解写像ではない。なぜならば回空間の像は、 半回区間、0、1だからである。定理は例えば定数でない生息関数は開け、円盤を複素平面内の直線の一部の上へと移すことはできないことを意味している。生息関数の像は実次元0あるいは2になりうるが、1には決してならない。黒い点は G の0点を表す。黒い輪は曲を表す。開き集合 U の境界は、破線で与えられる。 すべての曲は、回収号の外部にあることに注意。小さい型の赤い円盤は B で、中心は Z0 である。F、U、C を定数でない正則関数とし、U を複素平面の領域とする。F に属するすべての点が F の内点であること、すなわち、F のすべての点が F に含まれる近傍を持つことを示さなければならない。F 内の任意の W0 を考える。すると、 U 内のある点、Z0 が存在して、W0 イコール F となる。U は解だから、ある D0 が存在して、Z0 の周りの半径 D の平円盤 B は U に完全に含まれる。関数 G イコール FW0 を考える。Z0 は、その0点であることに注意。G は定数でない生息関数である。G の0点は一致の定理により孤立しており、必要ならば、 D を小さく取り直すことによって G は B 内に0点をただ一つしか持たないようにできる。B の境界は円周であり従ってコンパクトで、またその上で G は正値連続関数なので最大値の定理により正の最小値 E の存在が保証される。つまり E は B の境界上の Z に対する G の最小値であり E0 である。D を w0 の周りの半径 e の開円版とする。ルーシェの定理により、関数 g イコール fw0 は、d 内の任意の w1 に対して、h イコール fw1 と、b 内で同じ個数の 0. 点を持つ。なぜならば、h イコール g であり、b の境界上の z に対して gew0w1 だからである。したがって、d 内のすべての w1 に対して、 f イコール w1 なる z1b が少なくとも一つ存在する。これは円盤 d が f に含まれることを意味する。b の像 f は u の像 f の部分集合である。したがって w0 は f の内点である。w0 は f の任意の点だったから f は回収合である。u は任意だったから関数 f は会社像である。ありがとうございます。